こんにちは。9月28日月曜日、23回目のラジオパーソナリティはサクソフォンの赤木俊介です。よろしくお願いします。このラジオは音楽家の何食ったらそれができるのとか、何食ったらその発想ができるのの何食ったらの部分に注目して放送しています。はい、そうです。今日は月曜日です。火曜、金曜、日曜の投稿と言っておきながら、月曜日の投稿でどういうことなんだという話なんですけれども、すいません、今週から月曜日、水曜日、土曜日という形に変更させていただきたいなと思います。別にね、そんなにこう私めちゃめちゃ売れっ子で非常に1分1秒が欲しいです、忙しいですっていう生活では全然ないんですけれども、ちょっと無理が出てきたので、こういう形にさせていただいております。ゲスト等については変更なくやらせていただく予定にしておりまして、なんで月曜日は私が一人で喋って、水曜日は小林さんと喋って、土曜日は麦さんと喋って、で日曜日に特別ゲストが来るときは日曜日に、追加の放送という形でやっていけたらいいかなというふうに思っております。で特別ゲストなんですけど、10月は一組確定していて、これから収録しようよというような話をしております。もうちょっと増えるかどうかは分かんないんですが、いろんな人の話を聞いてみたいなというのがあって、まあ亀の歩みではございますが、ちょっとずつね、いろんなところに打診してみようかなと準備中なので、楽しみにね、待っていただけますと非常に嬉しいですので、よろしくお願いします。なので、今週から月曜日、水曜日、土曜日、そしてたまに日曜日という形でやっていきます。はい、いやもう9月も終わりですね。もう今年も感染症のあれこれがあった関係で、なんかちょっと自分の体感と時の進み方が全く合わないんですけど、もう終わりかと。いやー困るよというところなんですけどね。まあちょっとできることね、一つずつやっていきたいなと思ってはおります。非常に私事な話で恐縮ですけれども、9月は割と演奏会を聞きに行くことができたかなと思います。まあ割とっていうのは、そのね、完全な自粛期間に比べてという形なので、まあ、平常時にはちょっと戻らないですけどね。でも今規制緩和もちょっとずつ進んできていて、開催される演奏会とか、その中止になったものの演奏会の振り替え公演があったりとかで、ちょっとずつやっぱり数が戻ってきてるので、まあやっとここまで来たかというような思いでおります。どこ目線やねっていう話なんですけど、ね、まあでもその私が行った演奏会、オーケストラの演奏会で、ちょっと会場がね、大きいところも行ったんですけれども、感染症対策がね、非常にしっかりされてて、非常に勉強になったのを覚えております。印象残ったのは大きく3つあるんですが、まあ、一つはやっぱもぎりですよね。どこの演奏会もそうなのかな、まあ、クラシックの演奏会ではこうチケット持って行って、受付の人にチケットを渡して、で半券をもぎってもらって、でプログラムとそのチケットの半分返してもらって、それで会場に入るっていうのがスタンダードでしたけど、今のスタンダードはもうチケットを持って行って、受付の人に、はい、これ今日もチケットですって見せた後、自分で半券もぎって、自分で半券入れに入れて、でさらにその後机に置いてあるプログラムを自分で取って入っていくっていうのがどうも基本になりつつあるようです。もう徹底的にスタッフの人と接触する回数を減らそうと、で、2つ目がその椅子ですよね。やっぱりその会場入った時に、まあ、椅子同士の間隔が取ってあるか、もしくはホールとかでこう椅子がもともと備え付けられているようなところだと、まあ、人の両端か、両端一つずつ、もしくは両端二つずつですよね。まあだから自分の隣には誰もいないような状態を任意されているのが二つ目。で、三つ目は最後ですね。最後の最後、演奏会が終わった後に時間差で退場しましょうよと。まあそれ言われてみればそうだなっていう、その、いっぺんに大勢の人が帰るとそれはまあ密集状態になっちゃうから、まあ、ちょっとずつ、ブロックに分けて帰っていきましょうよということの3つが、非常に久々に演奏会を聞きに行って、お、今これが今のスタンダードなのかと思って、非常に勉強になった思いではあります。もちろんね、演奏も素晴らしかったし、もう久々に聞くオーケストラの音だったんでね、このなんか最初の1音聞いた時にすげえ謎の感動があって、なんだろう、その演奏技術がね、素晴らしいのはもちろんなんですけど、いやー、やっとここまで来たかという思いが、ちょっと込み上げてくるものがありましたね。スタッフさんたちもね、こう、
マスクもし、フェイスガードもしっていうような形で、非常に感染に気をつけてっていうような形ではあったんで、で、その、ね、現場レベルのオペレーションでも非常に大きい変化があって、不便なところとか大変なところもたくさんあっただろうし、また主催者、ね、個人の場合もあれば企業さんの場合もあったり、そういう団体の場合もあったりという、まあ様々ですけど、そういう主催者さんたちが安全に最大限配慮した上で、それでもプラスでこうリスクを背負いながら講演をしていると、文化の火を絶やしてなるものかという気概がね、見れて非常に良かったなと、嬉しいなと、もうちょっと何目線かわからないコメントなんですけれども思いました。私の演奏会主催してたやつ、年に何本かやってたんですけど、それもちょっと一回全部中止にして様子見てるような段階なんですけどね、やっぱこうちゃんとできる道しっかり考えていかねばいかんなと。できない理由なんてね、今考えればもういくらでも上がってしまうので、やっぱこう安全を にどうやって配慮していくのか、どういうこう形態で開催していくのかっていうのを本当にちゃんと考えていかにはいかんなと思って、なんというか頭が下がるというか背筋が伸びるというか、そういう思いで演奏会をに行ってきました。その感染症関係で生音を全然聞けてなかったので、その反動からちょっと演奏会のチケットをたくさん取ってるのがあるので、10月もちょっと何個か演奏会行く予定にしておりまして、面白そうなものがね、個人の主催のものも大きいものも、あとその企画のものとあるので、まあ、こういうラジオでね、また紹介していけたら面白いかなと思っておりますので、いいのがあったらまた紹介させていただきます。さて、ちょっと長くなりましたが本題に入りますね。先週のラジオのまとめと、今週のラジオのお知らせだけさせていただきます。先週のラジオですけれども、火曜日は小林さんとフラジオについて、金曜日は麦さんとスラップタンギングについてということで、どちらもサックスの特殊奏法というちょっと普通ではあんまり使わないよというようなテクニックについて放送していきました。どっちの放送もこういう練習すればできるようになりますよっていうところはもうそこそこにして、もうどんどん私たちの個人的な取り組み方法とか練習方法、あとはその個人的な感覚の部分ですよね、こういうイメージで吹いてますとかっていう、ちょっとなかなかマニアックな部分にはなったんですけれども、まあいろんなアプローチの仕方があっていいと思いますし、またその放送の中でもお話をちょっとさせてもらったんですけど、そのテクニックを習得する練習方法以外、例えばフラジオだったらフラジオを習得するための練習方法、スラップタンギングだったらスラップタンギングを習得するための練習方法以外のところからヒントを見つけることができるよと。それが、まあ、小林さんの場合はフラジオグリッサンドがヒントになったとか、麦さんとかもこうちょっと変な音を出して遊んでみるのがヒントになるんじゃないかみたいな話がね、いろいろ出てたんですけれども、そういう話があったのが非常に特徴的だったかなというふうに思います。ね、詳細はもうぜひ聞いていただきたいので、説明欄にリンクも貼っておりますし、YouTube の人は再生リストの方にラジオ入れておりますので、まだ聞いてない方はぜひ聞いていただきたいのと、もう聞いたよという方は、まあぜひ2回でも3回でも聞いていただければ、ね、嬉しいのでよろしくお願いします。で、今週のラジオなんですけれども、水曜日24回目のラジオは小林さんとリードの付け方について、土曜日のラジオ25回目のラジオはのとみむぎさんと楽譜の書き込みについて話していくことにしております。で、今週も、また聞いていただけますと嬉しいです。小林さん、むぎさん、私に聞いてみたいなと思うことがありましたら、説明欄のお便りフォームからぜひお願いします。ラジオの感想や何なら全然関係ないお便りもお待ちしておりますので、お気軽に投稿いただけたらと思います。今週もご視聴いただけますと非常に嬉しく思います。よろしくお願いします。